大谷翔平、ジャッジ、オスナのホームラン数の折れ線グラフ、何かがおかしい。ドジャースの大谷翔平選手は1番 DH で先発出場し、4打数2安打1四球1三振だった。大谷は四球で出塁後に2投を決めて今季47盗塁とし、 MLB 史上初の50本塁打50盗塁まで残り4本塁打3盗塁とした。順調にホームランと盗塁を積み上げている大谷だが、ここに来てライバル2人は足踏み状態が続いている。ヤンキースのジャッジは51号到達から13試合ホームランが出ていない。ブレーブスのオズナも37号到達から19試合ホームランが出ていない。大谷46本、残り19試合。オズナ37本、残り18試合。さすがに大谷の2年連続ホームラン王は決まりだろう。意味のあるホームランランキングではライバル不在のホームラン王に意味はあるんか。それほど圧倒的に走り続けたということ、さすがに決まり合うね。本来これだけでも十分すごい。グラフで見ると大谷だけ同じペースで伸ばし続けてるな。むしろ他の2人が突然活動停止した理由が気になる。ホームランなんて疲労とかでちょっとでも何かが狂うと出なくなるんだろうな。大谷も突然止まる可能性だってあるぞ。オッツーナはシーダ社は行けそうやから強打やめたんか。ノーアーチの間は2塁打も4本しかないから長打極めてる感はある。なんと DADIT 400オーバーや。アライスが出てきたからシーダ社も無理や。無冠で終わりやね。オズナって一時期三冠王を狙いそうだったのに落ちたもんやな。え、ジャッジってどうしたの。とっくに55超えてると思ってた。2人とも頑張ってほしい。俺たちのアーロンどこに行った。ジャッジにしてもオズナにしてもなぜそんなにホームランは打てなくなるんだ。大谷なんかスランプに陥った時は逆にホームランしか打てなくなったぞ。思ったより相当繊細なものなんだろうな。大谷がおかしいだけなんだわ。大谷が変態なだけでオズナもジャッジもその程度の試合数ホームラン出ないのは別に驚く話じゃない。メンタルは技術で補う化け物、ガチの野球星人。ジャッジ含む管理人のつぶやき、大谷さんホームラン王ほぼ確定はめちゃくちゃ嬉しいのですが、ヒリヒリした終盤戦になってほしかったので、ライバルの急速な冷え込みは残念ですね。あとはプレーオフと個人記録である50でヒリヒリさせてもらいます。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。